徳島県に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害警戒情報は大雨警報の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に対象となる地域に発表されるものです。では土砂災害の危険度マップを見ていきます。薄い紫色、危険レベルといった地域ありますね。こういったところでは土砂災害の危険度が高まっております。危ないと思われる急な崖などには近づかないようにしてください。そしてウェザーニュースのアプリからはこの最新の雨雲の様子を確認することができます。阿南市ですとだんだんと発達した雲が流れ込みやすくなる予想です。一旦弱まっても油断禁物となりそうです。ざっと降る雨には十分にご注意ください。安全な場所で過ごしていただきたいと思います。ウェザーニュースのアプリからはこのように最新の情報をご確認いただけます。チェックしてください。